はね、今日もう1月4日、1.4だよね。でね、普段なら、まあ俺は多分、まあ1.4、新日本プロレスの方に行ってるんやけど、まあ今回はね、ちょっともう、偶然というか、まあタイミングかもしれんね。なんかこう、ちょうど仕事まだ休みやし、はい。浅野晃平。39歳にして、皆さんには言ってなかった。本当に皆さんに隠していました。ヒゲダンのライブに、コンサートに行ってきます。言ってしまった。いや、なんかね、俺、正直というか、まあ、ほぼ見た目通りとも。まあ、俺は何やろな。まあ、ヒップホップが好きで、ナメダルパが好きで、まあ、地元のアーティストかな、タカボーが好きで、まあ、クラシックなヒップホップが好きで、まあ、俺は本当まあ、昔はケツメイシから派生した、でそこからちょっとそういうのから派生した、本当ジブラやったり、ニトロやったり、あとクラシカの DJ マスターキーやったり、まあ、はじめやったり、まあ、そういう、ハンニャやったり、まあ、ちょっとその、ヒップホップ以外のものを結構否定してないけど、もうね、ある日から、多分ね、これは出会いはね、まあ、俺は大大の、ほんと、スポーツ職員した時に、まあ、朝練なんかさ、さすがに冬だけ寒いけどね、車で行くやん。で、チャリでもう行ってたけど、まあ、車で行く時がありましたよね。で、車で、学校を向かう時に、ある時、プリテンダーが流れたの。で、俺なんかそれがすごい耳に残ってさ、でもラジオを聴かして、この曲が何だっていうアプリが、まあその当時、あったかもしれないけど、ダウンロードしてなくて、まあでもさ、学生のとこに行けば、だいたい俺がとか言ったらさ、もうこれはなん、とかって言って上がっててくるわけ。で、なんかそれは、ある時、原由紀奈っていうマネージャーがさ、あ、コーチ、それヒゲダンですよって言ってさ、それ、ヒゲダンですよって言うわけ。で、ヒゲダンって言うんや、と思って、しかもオフィシャルヒゲダンニズムと来たやん、名前が。ほいで、俺ね、あのプリテンダーがね、バズる前に、なんか俺ね、めっちゃいいって言ってたよね、多分。ほいで、まあ来たよね。でさ、コンフィデンスマンが流行って、そっから何？プリテンダー。宿命やね。もう俺一番宿命って言ったから好きなんやけど、宿命。あとなん？まあ最近じゃ、まあほんとユニバース。これはほんと俺の、子供たちが知ってるぐらいなんかドラえもんのなんかテーマの人、それもめっちゃいいし。あのアポトーシスっていうん？あれもさ、めっちゃいいよね。いいよ。で、俺さ、歌っちゃうよね、連呼して。で、まあ主にそんなもう、最近自転車にヘッドホンまっつけていかんけど、でもなんかね、テンション上げたいときはなんかヒゲダン聴いてしまうし、まああと影の名曲っていうか、俺はちなみにラストソング。あれめっちゃうまい。あと、
100万なんとか、ちょっと俺あんまり詳しく知らんわ。何やったかね。あ、あとはもう、超名曲。これはもう一字一句、あ、俺間違えてるけど、ラフター。あと、レイリー。この歌もマジやばい。いや、俺なんやかんやでさ、結構虜になっとけんね。キモいよね。キモい。でね、結局、その、なんかあの、1月、多分、もう本当に車でさ、12月の終わりくらいに、まあ家族みんなで、その、なんていうの、ドライブした時に、まだヒゲダンがなんかその、ラジオで流れてさ、で、1月の4、5、6、ライブするっていうのが流れて、で、その、ヒゲダンの音楽が流れるとさ、もうパ、娘たちがさ、パパが好きなやつやんって言うわけ。で、まあ、俺もいつか死ぬまでに、ちょっと、昔はなんかミッシュルとかサザンオールスターズ、桑田佳祐の声を聞いて死にたいと思ったけど、もう断然ちょっと今はもうヒゲダン。うん。で、ちょっとその、ボーカルの藤原さんのとか、そのみんなで奏でるのを聞きたいしね。やっぱあれはやっぱええよね。で、俺は、もう、行くよ。うん。最もこっぱずかしいかもしれんけど、39歳で、初めて一人でコンサートに行きます。問題はさ、ちょっと俺そういうのあんま行ったことないちことだね。なんかこれはね、もう、福岡サンパレスか。もう2回でいいし、そんな前の方で見たくないし、立ち上がって見たくないし、もうこうやってもう黙って俺聞いてるだけで、こう、いい。もうそれだけでちょっとなんか明日のモチベーションになると思うしね。ただほんとね、俺みたいな人はおるんか。ちょっと男性で一人で行くのもちょっと怖いし、ほんとに、俺はヒゲやし。まあ、あと、その、きっとやけど、まあ、男でいるとしてもさ、仮目の系の髪型の人、みたいな人ばっかな気がするし、オーバーサイズのスウェット着て、スキニーパンツ履いてるような人が多いと思うし、ちょっと危険な香りがするんやけどさ、まあ、でもなんかそういうのがな、これ2022の新しいチャレンジかなと思って、ちょっと恐れず、自分の知らない世界にちょっと飛び込んで、最後の休みをちょっと満喫しようかなと。でね、この動画を撮り終わった後、そしてライブに行った後、なんか俺は自分がその新しい世界で本当になんかこう求めたものをこう生で聞いてさ、どう思うんかもね、ちょっとなんか、レポートしたいね。うん、ほんと新しいジャンル。いや、俺ね、コンサートみたいのでね、あんまり行ったことなくて、最後に、そのとオフィシャルで行ったのは、なんかもう何年か前。アメリカから帰ってきとって、たまたま北九州で、クリスマスを過ごしますって時に、パーンとその横のも近くにさ、ミーシャが来ます。その時に、まあ俺は嫁さんになんかプレゼントと思って、ダフや、ネットで、オフィシャルじゃないところからチケットをパーンと当日持っていってくれる人がおって、その人からこうで見たのがもう最後。その前は、ちょっともう記憶ないね。なんかその、クラブとかである、ラッパーのイベントとかよく行ってたけど、ちょっとその、なんか俺にとって、
なんかまあ AKB とかに行く男性がキモいなとかちょっと思ってたけど、なんかその領域に入ってるような感じで、ちょっと恥ずかしいけど、行ってみたいね。俺アポトーシスがちょっとやっぱかっこいいよね。詩がいいんよね。なんかもう訪れるべき時が来た、もしその時は、いやー、俺ね、宿命なんかさ、その多分滞在の夏、多分ほんと、運年前の最後夏に出た曲やけど、なんかね、あれを自分が、その、自分ってか、チームのテーマソングじゃないけど、もうほんとにこう、大体の女子はさ、そのもう三強であった同志社、近代、向こう上引き下ろす。もう何十年続いてるこの、三重種を引きずおろすために、もう俺たちはもう最後の俺の最後の1年目は本気出した、でチームも作ったし、もう何でしょう、革命、もう全然強くはないけど全員がベスト出して、もうその下馬評じゃもちろん負けるやろうけど、何かが起きると思ってやって、その時にね、もう宿命がすごいこうみんなの頑張りにこう比例してさ、今でもね、聞いてね、ちょっとこの、うるってなるじゃないけど、感情深くなるから、あの歌にはすごいこう思い入れがあるよね。で、なんかその、なんていうの、もう怖くてこう震えちゃいそうなとか、そんな歌詞とかさ、すごいピンときてさ、なんかあれ確か甲子園のテーマソングやったと思うんだけど、はぁ、あの歌聞きたいね。あれでちょっと魂をなんかこれ震え上がらせたいし、あの時のなんかもう何でも来いみたいな、みんなの気持ちやったり、結局はさ、それでもうその総合3番には入れなかったんやけど、いろいろなこう不調和をやったり、もうトラブルが起きて、もうでもそれももうどんどん良くしていったし、な、結局あれはもう名誉ある、価値ある、もう本当に 120% を出して負けた、気持ちいいカンカレ、もうこれは本当カンカレを思い出すと、最後の3年思い出すと、あの歌がすごい流れるくらい、なんかヒゲダンにはなんかその勇気をもらった。その勇気をね、ちょっともう一回その、本当にその生で聞いてみたいね。で、なんか自分でこう、くじずさんでみたいし、楽しみです。はい。キモいやろ。でも俺、ライブ終わって、オフィシャルヒゲダンディズムに、スカウトされたらどうしようかな。ちょっと睡眠コーチやめて、ちょっと入るかもしれん。ちょっと心揺れるかもしれんわ。以上。アディオス。バイバイ。行ってきます。